皆さんこんにちは、佐向栄太郎です。ロカビリーギターコードフレーズ第4弾と題しまして、今日はジン・ヴィンセントの「クルージン」を例題に解説をしていきたいと思います。いってみよう。ワンツーワンツースリーフォー。はい、ということで今回はジン・ヴィンセントの「クルージン」の歌中の、コード進行を例にとって、コードフレーズの方解説を進めていきたいと思います。この「パーパッパーラッパーラ」っていう、2小節のフレーズがメインとなっていきます。ですのでこれが結構テンポが速くってワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、パラパラパラで2小節です。それが、タラ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 、そして C に移ってタラ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 、そして D タラタラタラで、ここで1個半音上がるんですね。タラタラタラで、最後のところがここも2小節区切りでタンタカタンタカタン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 タカタンタカタンタンタンという流れになってます。フレーズの解説の方を、最初の G、ここはですね、この3フレットの G、 これを想像してこれの、432、この3本の弦ですね。 G のコードトーンです。それの2、3弦からスライドで入ります。で薬指でルートの G、 ワンツーワンツースリーフォー、うんこれだけですね。そしてコードはその次 C9 の方に移っていきます。ここも同じように、234弦この3本で、これですね、これはどのようになっているかと言いますと、これ、Gm に見えるんですが、これはですね C9 のこれが 5th、 そしてこれが 7th、 2弦が 9th になってます。Gm は、C9 と一緒です。これですね。そしてコードは、次 D9、C9 が全音上がっただけですね。これも一緒です。この Am のシェイプでスライドで入って、うん。はい。で、ここで、この D シャープ9っていう半音上がります。そしてまた戻るんですけど、ここは、コードだけでいくと、パラパラパラパパパラパラタンタカタンタカタンタンタンと書いていくところです。 D シャープ9、さっきの流れのようにですね、このまんまこの B フラットマイナーのシェイプ、この D シャープ9の 5th、 7th、9th ですね。ここを、この3段目弾いてみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。もう一度。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。はい。分かっていただけたでしょうか。そして最後の、段 G4 小節ですけど、ここも2小節区切りでタンタカタンタカタン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 タカタンタカタンタンタンという感じで進んでいきます。G はですね、一番最初に押さえたこの3つですね、これをワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。パッパカパッパカパッ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 パカパッパカパッパッパ。この空ピックを入れるのがポイントだと思います。こっち右手ではミュートせずに、こっちの左手をこう押さえたり、こうちょっと力を抜いたりしながら、ミュートの加減を探っていくといいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ですね。で、今回全部ピックで弾いてますが、ピックを持ちながら指で、弾いていってもいいと思います。こういう感じでワン、ツー、スリー、フォー。はい、今は2弦3弦を中指と薬指で弾いて、4弦はピックでそのまま弾きました。セッタ先生みたいにピックを人差し指で持って親指でやってもいいと思います。まあみんないろんな癖があると思いますんで、一番やりやすい方法を見つけて、楽しく弾いていけたらいいと思います。なところかな。以上です。皆さんいかがだったでしょうか。ジン・ヴィンセントのクルージング、ストレイキャッツをはじめいろんな、ロカビリーのグループがカバーしている曲でもあります。テンポが速く、フレーズの最初に休符がありますので、そこがポイントだと思います。ワン、ツー、パラパラパラ、パラパラパラ、この運を、しっかり感じていきましょう。そして、今日解説したコード進行は歌中の、コード進行になってます。ギターソロは、12小節のブルース進行で演奏されています。それではまた次回、さようなら。Keep rocking.